それではですね、次に、長くなりますけれども、真核生物についてね、ちょっと見ていきましょう。真核生物の構造としては、まあね、ヒストンがあるんですね。それの緩まり具合とかによって、遺伝子発現の制御とかもしてますので、ちょっとね、複雑です。で、まあ、タンパク質をね、真核生物で出させようとすると、原核生物と違うのは、さっき言ってたヒストンもありますし、あとイントのね、こうスプライシングが起こるっていうところもあったりとか、あとね、原核生物のところでは、一つのメッセンジャー RNA 上にたくさんの遺伝子が載ってる場合があります。しかしながらですね、真核生物の場合は、一つのメッセンジャー RNA あたり一つの、遺伝子しか載らない形になります。そこのところはちょっと違うんで、構造も少し違ってきます。で、原核生物とは違って、オペレーターですね。オペレーターにリプレッサータンパク質がつくことなく制御されます。で、あとね、前後の影響を結構受けるんで、それをキャンセルする配列ですね。それを加えておくとか、あとね、エンハンサーって言われる部分ですね。促進する部分があったりとか、そういうのがありますし、あとはね、ポリオウイルスに感染すると、途中のところで、メッセンジャー RNA 途中でタンパク質が別のタンパク質を出させることもできたりとかしますので、その辺のちょっととこも含めて、ちょっと行きたいのと、あとね、メッセンジャー RNA の前駆体 RNA ができてから、スプライシングも起こるんですけれども、G キャップですね。ここに真核生物の場合は、ここにリボソームがくっつきます。原核生物では SD 配列でしたけれども、真核生物では G キャップのところにリボソームがくっつく。そういう感じです。と、あとね、三叉神末端側にポリ A テールっていうのがつきます。これがですね、ほとんどですね、90%以上が、ポリ A テールがついている状態になって出てきます。この辺のところもね、少しね、見ていきましょう。あとね、プロモーターは一緒ですね。これについても少しね、見ていきます。じゃあね、真核生物の、調整について少し見ていきましょう。で、真核生物ね、細胞によってかなりですね、大きさとか形とか違ってきます。これはね、リンパ球に対して、これニューロン、神経ですね。一つの細胞なんですけど、えらい大きさが違うし、そこで発現しているタンパク質も全然違うわけです。で、それはで、遺伝子一緒なんですよ。遺伝子一緒なんですけど、こんなに形が、表現形が変わってくる。そういうのは、実はこういう次に示す調整が行われて、出るタンパク質と出ないタンパク質があるからなんですね。で、調整できるところを少し見ていきましょう。で、真核生物の場合は、前駆体の RNA が出来上がります。で、これ転写調整をすることによって、前駆体 RNA がどれぐらい作るのっていうので制御を1回してます。で、次にですね、この前駆体の RNA が、スプライシングとかですね、あと、ポリ A テールがついたりとか、G キャップがついたりとか、イントロンが取り除くスプライシングですね。この辺のところの修飾が起こる、こういうところでも、ちょっとね、プロセッシングの調整があります。あとね、このメッセンジャー RNA が熟成されたやつが、核膏ですね、核の膜ですね、核の膜を通過するときに、ゲートで、こうね、ちゃんと G キャップができてたりとか、ポリエテールができてたりとか、あと、スプライシングがちゃんと行われてるのっていうのをチェックして外に出ます。で、この時のチェック、そう、まあ、輸送されるところですね。これのところの制御もあります。で、このメッセンジャー RNA が、分解されたりとかして、これタンパク質ができなかったりとか、あるいはですね、これがどれぐらい転、まあ、翻訳されるのっていうところの制御もあります。
で、タンパク質にもなってからも、まあ、これがですね、修飾されて初めて活性になる場合もあったりとか、まあ、リン酸化されて活性型になるとか、まあ、そういうのがいろいろありますので、まあ、各段階ですね、まあ、転写、RNA のプロセッシング、輸送を、まあ、分解、調節、翻訳調節、タンパク質の活性制御、まあ、こんな感じで、まあ、いろんなところで制御がかかってるんで、まあ、こういう構造の違いが出てきます。で、まあ、基本的にはね、遺伝子工学で触るのは、ここの転写の調節で行ってるところですね。そこのところをいじって、なんとかその発現量を増やしたりとか、まあ、頑張ってやってるっていう、まあ、そういう状況になります。まあ、だからこの辺のところちょっとね、見ていきましょう。まあ、DNA のですね、転写の、まあ、調整因子っていうのは、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、主にですね、タンパク質が担っている場合は、まあ、DNA のね、二重らせんのところの主根と副根ってあったと思うんですけれども、まあ、大きく開いている主根のところに結構結合する感じになります。で、例えばね、この調節因子に飛び出ているアスパラギンのところで、まあ、この T と A のところを認識したりとかね、あるいはこういう、DNA 結合モチーフとかがあって、まあ、そういう、まあ、アルファヘリックスが結構多い部分ですね。まあ、それによって DNA を認識したりとか、あとね、これジンクフィンガーといって、こうね、モチーフで、まあ、ジンク、ZN っていうのが入って、いや、亜鉛ですね。亜鉛イオンが入ってて、まあ、これによって、その DNA が結合して、まあ、塩基配列をこう認識できたりとかもするんですね。あとね、ロイシンジッパーって、ロイシンが結構入ってる、アルファヘリックスがあるんですけども、まあ、これが、橋のようにして、こう DNA の主根のところをこうね、認識したりとかね。まあ、こんな感じで、タンパク質で、まあ、DNA を認識して、まあ、つまんだりとか、あるいはですね、こう RNA、DNA で、RNA ね、DNA を RNA で認識したりとか、まあ、DNA で認識したりとかして、まあ、うまいこと、まあ、このタンパク質や DNA や RNA とかね、こういうのを使いながら認識をしています。じゃあまずね、真核生物のエレメントについて見ていきましょう。転写ですね。で、原核生物の場合は RNA ポリメラーゼって1種類だったんですけど、真核生物にはなるとですね、ちょっと成長してというか進化してですね、3種類できてきます。でですね、ちょっとね、RNA ポリメラーゼ1の方ですね。1の方は、RNA の前駆体ですね。これを転写する、リボソームを作るところを、リボソーム RNA を作る、まあ、前駆体ですね。まあ、これを転写する働きがあります。で、皆さんがちょっと覚えてほしいのは、まあ、RNA ポリメラーゼ2の方ですね。これをちょっと覚えておいてください。これはね、メッセンジャー RNA を転写するための、転写するための RNA ポリメラーゼになります。で、RNA ポリメラーゼ3はですね、ちょっとちっちゃい目の RNA ですね。まあ、5S リボゾーム RNA とかトランスファー RNA、これを転写するときに使われます。なもんで、まあ、私たちのやつですね、タンパク質を作る側からすると、このポリメラーゼ2に、まあ、相当する部分ね、まあ、それと相互作用する部分が、まあ、重要になります。で、構造遺伝子から近い部分ですね、まあ、こういうのがタータボックスっていうのがあるんですけど、まあ、真核、原核生物だとプリブオーナルボックスでしたね。まあ、タータボックス。真核生物だとタータボックスって言います。これ下流になります。で、その上流ですね、上側にあるのが CAAT ボックスになります。大体25に対してこれ90ですね、上流になります。上が CAAT があって、 TTAA があって、タータボックスがあって、で、その下に構造遺伝子があるっていう感じですね。で、まあ、原核生物だとね、ちょっとちっちゃかったんですけど、エンハンサーっていう部分、非常に広い部分ですね。真核生物の場合は非常に広くて、まあ、それによって、まあ、促進されるっていうところのエンハンサーですね。まあ、ここの部分で、まあ、転写に必要なエレメントになります。
まあね、真核生物が、まあ、転写を行うにあたり、まあ、いろいろなタンパク質がね、まあ、登場して、まあ、それによって、まあ、転写が行われます。で、基本転写因子ですね。TF2A ですね。ABCD、まあ、D、E、F、H、J。まあ、いろんなタンパク質があって、で、まあ、主にですね、基本転写因子の TF2D、まあ、ここがターターを認識して、まあ、そのいろいろですね、まあ、プロモーターにを連れてきたりとかね、まあ、ほどいたりとかね、まあ、そういうのをしてます。で、まず最初にね、TF2D ですね、まあ、基本転写因子がまずくっついて、まあ、その周辺のタンパク質がくっつきます。で、まあ、4番ですね。4番がくっつくことによって、まあ、RNA ポリメラーゼが連れてこられて、で、まあ、いろいろタンパク質がくっついて、で、まあね、転写が起こっていくという形です。で、まずちょっとね、この、あんまりよろしくないんですけど、ダウンロードしてきた GIF アニメがありますので、ちょっと見ていきましょう。で、タータボックスね。まあ、下流にあったやつですね。ここに基本転写因子がくっついて、まあ、RNA ポリメラーゼがくっついて転写が行われていくという、まあ、そういうところですね。まあ、タータボックスがあって、で、そこに基本転写因子がくっついて、RNA ポリメラーゼが転写していくと。まあ、そういうので片方だけが転写される形です。でですね、まあ、基本転写因子がくっついて、ね、タータボックスね、まあ、実際はどうなってるかというと、まあ、タータボックスのところがでですね、こういうふうに折り曲がった形になります。で、まあ、こんなね、構造体になって、ここから、まあ、ほどいていくっていうところですね。それでですね、ちょっとね、RNA ポリメラーゼ2っていうのはちょっと変わった形をしてまして、ここに尾っぽがついてるんですね。尾っぽがついてて、で、ここのところに、まあ、いろんな因子がくっついてるんですけど、ここのところに、タンパク質がくっついてて、で、そこに G キャップが、を修飾するようなものとか、あと、スプライシングが起こるときに、そこの部分に置いてくるとか、あとね、ポリエーテールの部分に、まあ、その、タンパク質を置いてきて、まあ、それらの、まあ、修飾を手助けするようなことが行われてます。じゃあね、ちょっと次にちょっと見ていきましょう。それではですね、ちょっと、転写、エンハンサーについて少し見ていきましょう。エンハンサーはね、こういうタータボックスがあるんですけども、それのかなり上流にあって、まあ、それによってタンパク質の翻訳というか転写の、まあ、制御をしています。で、まあ、こういうですね、まあ、こういう感じで折りたたまれて、まあ、最終的にはこのメッセンジャー RNA を作る RNA ポリメラーゼを、まあ、制御しているっていう。まあ、そんな感じです。で、一つで認識す、まあ、転写活性因子が1個の場合と、まあ、この2箇所、3箇所、4箇所みたいな形で、まあ、複雑に制御しているものもあります。でですね、まあ、これによって、まあ、ヒストンの修飾酵素があって、こうね、まあ、変形させてヌクレオソームを作らせたりとかしてですね、まあ、ここの、まあ、ヒストンを緩めたりとかですね。して、まあ、結果的にここのところの緩めて、まあ、転写を促進させたり。という感じでですね、非常にですね、複雑な構造であるんで、まあ、真核生物のところっていうのは非常に難しいです。そんなところですね。それではですね、続いてですね、転写後の修飾について見ていきましょう。まずですね、G キャップですね。これをつけないといけないんです。で、RNA ポリメラーゼのね、まあ、一番最初の尾っぽのところにね、キャップ形成因子っていうのがくっつきます。
それで、まあ、転写が進んでいくと、といった時にですね、このビブの部分からこの先端の部分にタンパク質が移ります。で、これを基本にして、G キャップですね。メチルグアノシン、7メチルグアノシンっていうのがくっつきます。で、これによってですね、リボソームがここにくっつくような、リボソームのバインディングサイトの役割をします。それとですね、まあ、この真核生物の、メッセンジャー RNA ですね。RNA は、まあ、その原核生物、バクテリアの RNA よりも安定になります。まあ、これはですね、ここの、こういう構造は、原核生物は持たないので、まあ、これによって RNA がちょっとね、安定になります。で、まあ、ゴダシマタにキャップがつきます。で、まあ、お尻の部分ね、まあ、150から250のポリ A のビブがつきます。まあ、こちらもね、ポリアデニル化因子っていうのがあって、それを指標にして、まあ、酵素がですね、ポリ A をつけるという形になります。なので、熟成されたやつは、メッセンジャー RNA はこの G キャップですね、7メチルグアノシンのキャップがついてて、で、三段巷にはポリエーテルがつく形で、まあ、作られます。で、ポリエーテルね、これポリエーの負荷になります。で、まあ、集結が、まあ、転写が集結した後に、前駆体のところにポリエーシグナルがつきます。だいたい150から200個の A がつきます。なもんで、真核生物のね、まあ、メッセンジャー RNA は100%じゃないんですけれども、ポリ A がついてるんで、まあ、これ指標にね、まあ、生成することができます。で、これはですね、まあ、AAUAA シグナルっていうのがあって、まあ、そこに G ユーリッチシグナルの部分内でこれ切られて、その後ですね、ポリ A の負荷が起こります。で、この酵素はですね、ポリ A ポリメラーゼっていうのが、まあ、やります。あとね、前駆体の RNA は、まあ、HNRNA とも言うんですけれども、スプライシングが行われます。で、スプライシングっていうのはイントロンを取り除かれる構造になります。で、イントロンの構造はだいたい決まっていて、まあ、スプライシングドナーっていうイントロンのゴダシマッタの配列ですね。まあ、これちょっと覚えておいてください。スプライシングドナーね。で、まあ、こんな A か C で AG で GU で G か A かで AG みたいな。まあ、これが、こっからね、始まります、イントロね。まあ、ここのところから切れます。で、途中にね、イントロの、ブレンチサイトっていうのがあって、イントロの途中にこういう配列があります。で、最後ね、最後のところで、スプライシングアクセプターっていうのが三段マッターの配列になります。ピリミジンリッチな配列の後に、こういう配列があって、まあ、スプライシング外来遺伝子の、まあね、こういう NCAG でここで切れるっていう形になります。で、まあ、スプライシングが入ることによって、まあ、外来遺伝子のメッセンジャー RNA が安定化する作用がありますので、まあね、まあ、スプラッシュ、イントロンを入れなくても、まあいいんですけれども、まあ入れた方が、まあメッセンジャー RNA が安定化するというふうに言われてますので、まあちょっと積極的に入れた方がいいかもしれません。それではですね、スプライシングについてちょっともう一回見てみましょう。まあ最近はですね、まあ原核生物はその中イントロンありませんので、DNA の情報がそのままメッセンジャー RNA として、まあ、転写されます。一方ですね、真核生物の遺伝子はですね、イントロンによったよって、まあ、そのエキソンが分断された状態になります。で、このイントロンが取り除かれることによって、まあ、そのね、タンパク質を構築することができます。で、まあ、一つはね、まあ、その進化速度ですね、を早めるという意味で、まあ、イントロンが使われてます。
で、まあね、パーツとしてですね、で、別のタンパク質にこのパーツを、まあ、イントロの部分はね、結構ね、配列似てるんで、まあ、相同組み換えで、このパーツを、のエキソンを、まあ、違うタンパク質に利用するとか、そういうので進化速度を、まあ、押し上げるっていう意味もあります。で、まあ、ともかくですね、ちょっとめんどくさいんですけど、イントロンが取り除かれます。で、どうなるかというと、まあ、これがですね、ドナー、スプライシングドナーで、ここアクセプターで、ブレンチサイトになります。で、このね、ブレンチサイトの A が、ドナーのところに作用して切れます。で、切れたこの O が、ドナーのところが、ここのアクセプターのところに攻撃して、で、伸長、まあ、このイントロンが取り除かれます。で、スプライシングソームっていうね、RNA の複合体みたいなやつが、によってですね、まあ、下垂分解されて切られて、この投げ縄構造ですね。ラリアット構造と思うんですけども、投げ縄構造で、このイントロンが取り除かれます。これによって、ここのエキソン同士が、離れたところのエキソン同士が、まあ、くっつく形になります。まあね、これブレンチサイトがね、大活躍をするわけですね。ですね、まあ、スプライシングについて見ていきましょう。これはですね、選択的スプライシングと言って、その器官によってですね、その同じ遺伝子なんですけれども、まあ、スプライシングの違いによって違うタンパク質が出たりとかします。で、ある器官によって、だからイントロンを読み飛ばす枠が変わってくるっていうところですね。まあ、それによって、まあ、バラエティが出てくると。まあ、これはですね、トロポミオシン。ちょっと言いにくかったですけど、トポロミオシンの遺伝子になります。で、オーモン菌のメッセンジャー RNA を作るときには、こういう感じでスプライシングされるんですけれども、平滑菌のメッセンジャー RNA は、このお尻の部分ですね、まあ、が違ったりとかですね。あと、脳のメッセンジャー RNA のところでは違うところが選ばれたりとかします。で、まあね、まあ、イントロンがいっぱいある場合、大きいやつもちっちゃいやつもあります。で、まあ、ほとんどがエキソンの場合もあるし、このような人の第8因子の因子遺伝子に関しては、こう、イントロンがむちゃくちゃ多いような、そういうものもあります。で、運搬のね、メッセンジャー RNA ね、まあ、修飾されて GCAP がつきました、ポリエーテールがつきました、まあ、スプライシングがうまく行ってますっていうところで、まあ、それぞれね、まあ、タンパク質がついて、まあ、シグナル、ね、もうこうタンパク質がくっつきます。で、まあ、それこれは成功してるってことなんですけど、で、その GCAP がついて、ポリエーテールがついて、まあ、スプライシングがうまくいってるよっていう、このタンパク質の目印をもとにですね、核の穴ですね、角膜孔、複合体のところでチェックをして、で、外に出るとまた違うタンパク質がくっついて、パンタンパク合成開始因子がついて、まあ、それが翻訳に使われる。まあ、そんな感じで運搬をされていきます。で、まあね、原核生物は、SD 配列って言われる、まあ、特別にリボソームがくっつくサイトがあるんですけれども、まあ、それに対して、まあ、真核生物では、GCAP につくんで、その SD 配列はありません。まあ、ところがですね、その周辺ですね、開始コードの周辺のところに、まあ、ある法則によって、まあ、開始コードン周辺の、まあ、強力に転写をするものが見つかっています。まあ、それをですね、コザック配列って言います。で、コザックの、
くですね、まあ、K なんでね、ちょっとね、間違わないように、まあ、アルファベットで書くときには、K-O-Z-A-K ですね。まあ、こういうふうに書きましょう。はい。まあ、開始コドンの周辺ですね。周辺、ATG があって、その周辺が非常に重要になります。まあ、マイナス3ですね。ここの部分と、プラス4、1、2、3、4。この G ですね。これが重要になります。はい。で、あとね、ポリオウイルスに感染するとですね、途中の ATG からでもタンパク質が構成できるようになります。で、ポリ、G キャップじゃなくても、だからその、リボゾームがくっつく部分ができるということになります。で、その部分をインターナル内部のリボソームエントリーサイトって言います。で、この配列を入れとけば、まあ、途中のところからまあ、別のメッセンジャー RNA がたくさんできている中で目的のタンパク質を作ることができます。この IRES ですね。これちょっと覚えておきましょう。IRES ね。はい。コザック配列と IRES。これは重要になります。翻訳に関してね。はい。あとね、これ最後なんですけれども、まあ、真核生物は結構その花が咲くとかですね、いろいろ状況によって、まあ、その周辺がですね、時系列っていうか、その、まあ、ある時期になるとそこが発現するっていう、そういう部分ができてきます。まあ、その周りの影響を受けないようなキャンセラーですね、これを前後入れておきます。その配列をインシュレーターって言います。で、これによってですね、まあ、その周りの影響を受けずに、まあ、自分のやつを、まあ、発現させることができるようになります。はい。まあ、以上ですね。まあ、インシュレーターが左右に来て、エンハンサーがあって、で、そのところですね、構造遺伝子があるんですけど、構造遺伝子の、ところの周りの配列ね、ATG ですね。AUG のところに、コザック配列があって、で、あと真ん中で、その、メッセンジャー RNA の G キャップじゃなくて、途中からは、まあ、発現させたければ、IRES を入れると。まあ、そういう感じですね。真核生物ね。はい。まあ、以上ね、ちょっと長くなりましたけど、これで、10回目ですね。10回目の講義を終わりにしたいと思います。まあ、レポートもね、ちょっとね、力を入れてありますので、まあ、ちょっとね、時間大変だと思いますけれども、まあ、1週間後にまでに出してください。はい。まあ、前半後半分かりましたので、両方ね、見てもらえるといいかなと思います。で、期末テストはね、ここら辺のところをちょっとね、多めに出したいと思うんで、ここのところはしっかりと理解してもらえればいいかなと思います。じゃあ以上で終了します。お疲れ様でした。